ウジェーヌ・ドラクロワのリトグラフ、ハムレットとギルデンスターンローゼンクランツとギルデンスターンは、ウィリアム・シェイクスピアの悲劇、ハムレットに登場する人物。共に、主人公、ハムレット王子の幼馴染みだが、クローディアス王により召し出され、要求した王子の気を紛らわせてその気候の原因を探ろうとする。彼らは、ウィリアム・エス・ギルバートの風刺劇、ローゼンクランツとギルデンスターンや、 トム・ストッパードの不条理劇、ローゼン・クランツとギルデン・スターンは死んだによって、脚光を浴びた。ローゼン・クランツ家とギルデン・スチアネ家は、シェイクスピアと同時代の16世紀に実在したデンマーク貴族で、1596年に行われたデンマーク王クリスチャン4世の戴冠式の記録では、参列した貴族のうち10人に1人はこのどちらかの仮名を名乗っていた。 ジェームズ・フォルクルは1592年にイングランドを訪れたティコブラーへの二人のいとこ、フレデリック・ローゼンクランツとクヌー・ギルデンス・チアネの名から取られたのではないかとしている。ハムレットの登場人物の多くが古典的な名前を持つのに対し、ローゼンクランツとギルデンスターンはデンマーク人にありふれた名前である。こういった名前は、フレデリック2世やクリスチャン4世の宮廷に、 また、ビッテンベルク大学にもよく見られた。ローゼンクランツとギルデンスターンは、第2幕、第2番にて初登場する。王位を散脱した、ハムレットの叔父クローディアスの命に従い、陰銀な言葉でオベッカを使って幼、幼なじみハムレットの信頼を得、その実は、彼の内心を探ろうとする。ハムレットは、大親友として二人を歓迎しつつも彼らの装いを、見破り、 見つめを受けた彼らと自分とが正直に付き合うことはできないと述べる。彼の周囲には保冷症を除けば味方がいないのを悟り、二人に向かって自然の傑作たる人間について語る。第三幕に入るとハムレットはもはや見せかけの友情を捨て去り、第二話では冷徹に二人を突き放す。これは彼が劇中唯一ロイいあるウィーを使用している場面である。 第4話ではハムレットは母に対し、俺にとってはマムシだと述べる。ハムレットがポローニアスを殺した後、クローディアスはハムレットにイングランドへの外遊を命じ、ローゼンクランツとギルデンスターンを共につける。そして、ハムレットの殺害を指示するイングランド大宛ての手紙を二人に預けるが、シェイクスピアは命じしていないものの二人はその手紙の内容を知らないようである。旅の途中、 疑い深いハムレットは手紙を見つけ出し、ローゼンクランツとギルデンスターンを殺させるように書き換える。船が海賊に襲撃されたのを利用してハムレットはデンマークに舞い戻るが、ローゼンクランツとギルデンスターンはそのまま死での旅を続ける。第5幕第2話でハムレットは、奴らは俺の両親にかすりもしない。奴らの破滅は奴ら自身が招いたことだと述べ。 その後イングランドの死者がローゼンクランツとギルデンスターンは死んだと告げる。二人は宮廷に救う、小悪党としてハムレットとクローディアスの対立を盛り上げる。ハムレットの復讐に巻き込まれ、自分たちの死をもたらす手紙を、そうと知らずに、イングランドへ届けるという哀れな役回りだが、それもクローディアスの陰謀に加担したことへの報いとして、シェイクスピアは彼らの死を観客の求める。 完全潮枠の枠内に収まるものと考えている。二人は劇中ほとんど一緒に行動しているが、ファーストフォリオの第四幕第三場のみ、ギルデンスターンがローゼンクランツに4両遅れて登場している。1874年に、ウィリアム・ S ・ギルバートによって書かれた、ローゼンクランツがギルデンスターンと測って、ハムレットを追い落とし、オフィーリアと結婚するという風刺喜劇。二人は、 クローディアスの書いた戯曲を見つける。それはとんでもない打作だったので、クローディアスは恥ずかしさのあまりその戯曲について触れたものは死罪と定めていた。その原稿を手に入れた二人はハムレットに上演する様子そのかす。乗せられたハムレットをクローディアスは処刑しようとするが、結局なだめられてイングランドに追放とし、ローゼンクランツはまんまとオフィーディアを手に入れる。彼らを 主人公としたトム・ストッパードの戯曲、映画。二人はハムレットの物語に翻弄され、自らに与えられた役割を理解できていない。喜劇的に描かれているが、取り留めのない会話を繰り広げるうちに次第に哲学的なドツボにはまり、映画ではローゼン・クランツがハンバーガーや万有引力やアルキメデスの原理を発見してしまう。そうこうするうちに、 彼らは彼らの思惑から見る間に遠ざかっていく。劇中入れ替わり立ち替わり、二人のうち一人が何かをひらめけば、もう一人がそれをやり込めてしまう。二人はほとんど双子のような区別のつけにくい人物なので、実際、ハムレットを演じる際に途中で入れ替わってしまうことがあり、ストッパードは自らの作品にもこれを取り入れて二人を所々で入れ替えた。 ローゼンクランツとギルデンスターンは、クローディアス、ハムレット、ガートルードに名前を頻繁に呼び間違えられ、どちらがどちらだったか、曖昧になっていく。ただ、どちらかといえば、ローゼンクランツは、五道を待ちながらのエストラゴンのような経験主義的な、ギルデンスターンは同じく、ウラディミールのような理性主義的な性格に描かれている。ありがとうございます。